はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 HK ワールド HK です。さて今回ですね、こいつの、はい、衛星携帯のじゃじゃんチームが届きまして、やっと来た。3週間ぐらいかかったかな。で、この SIM カードね、よく見ると、まあね、届いてから24時間から48時間以内にアクティベーションしろっていうね、こう、マジっすかっていう制約付きで、だからね、ちょっと今慌てて収録してる次第です。はい、これね。スーレサテライトフォンの、10ユニット、11分分。これをね、登録、アクティベートしてみようと思います。さあ、マニュアルがきっと英語で書いてあるので、ちょっと、脳内翻訳こんにゃくにかけながら、やるっけないかな？うぃー。なんだろうこれ。おう。You are monthly contact SIM card from OSC。 OSC の意味がわからん。こっちは、なんか英語じゃねえな。オビタルサットコムコーポレーション、略して OSC ね。了解。本当だ。アローアップと24時間アースフォアアクティベーション。アローアップ48時間アースフォアアクティベーション。ダーリングウィーケンド&、オアパブリックホリデイズ。We will contact you with, チャッチャッとアクティベートしろと。届いたらね。おー、日本語で書いてある。ラッキー。これを見る限りだと、同封しております月額プラン用の SIM カードは、アクティベーション開通されていないものであり、弊社アクティベーションのリクエストをお送りいただくまで衛星電話を通信端末で通信を行うことはできません。またアクティベーションにはマンスリーエアタイム月額プランをご選択の上、事前にご契約していただく必要がございます。以下リンクでアクティベーションをフォームを記入送信に、あー、わかった。そうそうだった。これがプリペイドカード。へー。なるほど。な。ほう。よっ。なんだ？またなんか減らしてきたぞ。ほらほら！ほら、ち、出た。おー。スーラや、来ました、スーラや。へー。ああ、ここにピンナンバーとかいろいろ書いてあるね。これをぶっ込めばいいんだ。はいね、では、このスーラやの、SIM カードはどう思う？これオンライン上で SIM カード番号と Amazon の注文番号とかを、お知らせしてあげると、そこで初めてアクティベーションができるみたいで、なのでね、ちょっとここにね、登録してみようと思います。これ英語名がいいよな、多分。となると、多分ちゃんと日本の メールアドレスを入れて、で、注文番号、Amazon の注文番号、注文日がいつかというと、6月7日に2週間かかったんだね。じゃあ、アクティベーションの予定日を入れておくと、じゃあ月曜日とかにしとこうかな。けど、最大、
ツーラヤのアクティベーションだけで48時間かかるのか。しかもこれ営業日だよね。どうなんだろうこれ。まあ月曜日にしとけば問題ないか。え、選べない、選べない。あれ、どういうこと。結婚したって書いてある。結婚したって。超ウケんだけど。え、何それ。え、今日は選択できるよね。これアクティベーション日、今やってる当日しか選択できないんだ。あ、ね、よくわかんない。注文時の名前、あ、ちょっとよくわかんないね。スーラヤの番号を20桁入れます。よし、20桁入れた。ほい、お、アクティベーションリクエストが成功しました。 SIM の詳細を確認するため間もなくご連絡いたします。だそうです。なるほど、これでじゃあうまくいくのかな。はいはい、というわけで今これね、スーラヤの、帯なんだっけ。帯樽サットコムコーポレーションの、スーラヤ用の、SIM カードのアクティベーションをちょっと終わらせてみました。まあ、ただ48時間ぐらいね、どうも最大かかるっぽいので、あーね、今ね突っ込んだところで使えるとはちょっと思えないんですが、ちょっと入れてみましょう。で、こっち側にこれを入れますと。よっ、ういうい、よし、入った。あ、逆だ。よし、じゃあちょっとね、電源を入れていきましょう。よし、起動完了。これね、さ、今ね外行ったらね、ちゃんとここにねジャパンって出てきた。そしてここ見てサッサッとって書いてあって、これねちょっとね、カメラをね外して持ってかないとダメかも。よいしょ。あ、ほら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 、ちゃんと外に出るとスーラヤジャパン、そして上にねちょっとサッとって出てきてる。おお、ちょっとね、明るさの関係でちょっとうまく見えないかもしれないけど、上の部分、ここのところにねサッとって書いてある。見える、ああ今見えるね。そうそうそう、こんな感じ。すごいね、ロマンあふれる。いや、これ電話できねえ。いや、できねえだろう。まだアクティベートしてないから。よし、この状態で、ちょっと試しに、まあ、適当に電話をかけてみようか。お、すげえ。しかも選べんだね、これほら。衛星か、SIMか。じゃあ、衛星で。おー。スーラヤで発信中。文句言われた、文句言われた。
なんかゴリゴリ言ってるね。へえ。どうも、今日はね、晴天にも恵まれ、そしてね、いい感じでね、おテントさんが見えているので、早速ね、これ試していこうと思います。さて、もうね、暑いんでね、日傘持ってきたんですよ。本当やばい。よし、じゃあちょっとね、ロックを解除して、よし、ロック解除完了。今ね、お、すげえ、パットがビンビン立った。いいね。検出中になってるけど、多分電話できんじゃないかな。あ、ジャパンって出た。オッケー。まあ一応ね、あれ南西だったっけ、南西だったっけ。なんかね、どっち向いてやれって一応あるんだけど、結構ね、空見えてたらどっち向いててもね、お、変わった。あ、向く方向で全然違う。あ、結構変わるんだね。まあいいや。というわけで、まあ大体ね、空が見えていれば、まあどこでも大丈夫なんじゃないかなと思います。よし、じゃあね、ちょっとね、自宅にね、電話をかけてみます。で、スーラヤを選択。おい。さあ、繋がるかな？お、来た、来た。というわけで、発信はね、問題なさそうですと。一応ね、受信も試してみようかな。自分のちょっと携帯から、自分のね、衛星電話にちょっとかけてみます。おお、鳴った。なんか鳴ってんね。まあというわけで、受信も発信もね、まあ一応できることはね、確認できました。まあ衛星でね、インターネットできないので、まあだからね、4G のね、SIM も入ってるっていうことで、まあまあこれはもうすでに検証済みだからね、使えることは分かってるんですよね。こんな感じでインターネットにも繋がります。はい、以上です。